では、情報検索について自然言語処理研究室 B さんの福島が発表いたします。と参考文献今回の発表するにあたって参考文献にした本が、この本の5章に記述されていることになります。まず情報検索システムの概要ということで、情報検索システムは、検索対象となる全ての文章からの集合から、ユーザーがキーワードを入力したりして情報を入力してその情報をもとに、検索してそのキーワードに基づいた条件に合う文章を持ってきて表示するシステムとなっています。これは、ウェブ検索エンジンとか、サイト内検索他にも図書館の蔵書検索システムなどにも、使用されています。それで最も簡単な検索方法として全文検索というのがあります。これは、頭から文章の頭からずっと、文章を追って、キーワードに合致するものがあったらそれが適合している文章だとして、条件を満たす文章だとして、持ってくるっていう風な検索方法になっているんですけども、こちらだと、全部見ていくために、時間がかかる。そして、キーワード通りになっているものは全部持ってくるので、要求通りでない情報が出てくる可能性があるといった問題点があるので、現在は違う検索方法が使われているといいます。で、その検索方法として、検索方法の改善としてまず索引付けっていうのがありまして、文章から、キーワードを抜き出して並べることで検索をしやすくする手法っていうことで、よく本の裏表紙とかにある、索引あれは、名詞とかを表示してそれに伴って、ページの それが表示してあるページ数を書いてあるもので、それをウェブ上でもっていうか、文章を検索する上でも使えるんじゃないかということで、やっている手法でありまして、下の例の3つの文章から作品を作るとすると、次のように、名詞だけ抜き出して、それぞれ文章ごとにその数を表示すると、このようなふうになります。でそれをさらに名詞ごとに、どのところに記載されているかに注目しだけに注目して、直したものが下の表になってまして、これを転地索引といって、これが、よく本の裏表紙に見れるような索引となってまして、これを使うことで、文章の検索をしやすくするようにするっていう、そういった手法です。でそして次に、今度は文章が適合するかどうかを判別するシステムとして2つ今回紹介するんですけど、その1つとして、ブーリアンモデルっていうのがあります。これは文章が適合するかどうかを Yes No で判断する、つまり日で判断するというモデルになっています。まずその適合するかどうかを判断するために、ユーザーが質問の要求を質問の形で表現したもの、例えば猫、下に書いてありますけど猫と犬だったら猫と犬って書いてあったらっていうようにか、猫と犬っていう表現をしたり、猫か犬っていう表現で、検索ワードを入れるっていうそんな形になってるんですけど、そうやって
キーワードにして表現したものをクエリというんですけど、これをまあアンドとかオアとかノットのような演算子を用いて表現して、これその表現したものを使って、要求を満たす文章を選択するというのをというモデルです。まあ下のような例で言うと、猫と犬っていうなら猫&犬、猫と犬が片方が最低限出現するような形になっているなら猫は犬っていうような表記になります。でブーリアンモデルの、メリットは、まあ、そうやってシンプルでアンドとかオアで表示していないシンプルで分かりやすいっていうのと、まあ、条件が厳密に指定できるっていうことで、まあこれ犬と猫ってやってたら、まあそのままそれが条件ってなる、それが条件になるので、まあそれ以外のものは全部排除されるっていう、ニッチしかないのでそれ以外のものは排除されるっていうような形になってます。デメリットとしては、まあそのさっきのクエリによって適合する文章は過剰に多い少ないっていった問題なんですけども、犬って言ったら犬って書いてあるものを全部持ってきちゃうので、そうすると今のウェブ上だと犬っていうのも犬って調べてたっちゃうと思う膨大な量がある、のでその膨大な量を持ってくっちゃうので、まあその過剰に多くなったり、あとは猫&犬&キジ&猿とかそんな条件がたくさんあるような場合だと一致するようなものが全部来るんですけど、一致しないものは全部排除されるので結果的に、まあ、目的のものが見つからない可能性も出てくるので、まあ、文章が少なくなって本当に、ユーザーが求めるものが出てくるかどうかが分かんなくなるっていうことがあります。それで、2つ目のそのモデルとしてベクトル空間モデルっていうのがありまして、さっきのブーリアンモデルのようにイエスとノーと日じゃなくて連続値でそれを判断しようじゃないかっていう、まあ、モデルです。それなので、ブーリアンモデルと違ってどれだけ適合してるかっていうのを判断することができるので、まあ、似たような文章も持ってくることができるので、さっきのような過剰に少ないっていうそういうのが、まあ、なくなるというか少なくなるっていうふうになります。このモデルでは文章の中に含まれる語に対してどれくらい重要かについて、まあ、重み付けを行うっていうのですけど、この重み付けの手法として TF-IDF っていう方法があります。TF-IDF っていうのは TF っていう、ターンフリークエンシーと IDF っていうインバースドキュメントフリークエンシーを組み合わせた手法になっております。TF は、文章の中でどれだけ重要な語があるかを示します。文章内で出現する回数が多ければ多いほど重要とみなして、一例ですけど、まあ、対数の、まあ、ここに書いてある数式のような数式で、出現回数に対して、まあ、これだけ重要度が増しますよっていうものを表現します。で、次に IDF はあるキーワードに対してそのキーワードが文章内に含まれている文章がどれだけ少ないかを示す指標です。例えば、犬っていうのは、まあ、それこそたくさんありますけど、例えば犬種で言えば柴犬とか言ったらもっと絶対少なくなりますよね。そうするとそっちの方が貴重だ、ワードとして貴重だということで、まあ、重要度が高くなるっていうようなことなんですけども、その重みの計算の仕方は、60の df 分の n ということで、n が文章集合全体の文章数、df はキーワードが出現する文章数
と なっていて、まあ、N が大きいほど、まあ、N が大きいほど、重みが増すということになってます。TFIDF は、これら2つの値を掛け合わせた値で適合度を計算することになります。これまで、ウェブ検索における発展、基本的な手法として、紹介してきましたけど、今度は、発展的な手法ということで、この3つを紹介したいと思います。まずランキング学習っていうのがありまして、これはあるクエリに対して文章がどれだけ適合しているかを人手で順序付けて、まあ、それを教師データとしてアルゴリズムに与えてい、まあ、いくことで、まあ、重みを自動調整してランキングを改善するということです。まあ、機械学習とかそこら辺そのようなものと、まあ、一緒のような形になってます。2つ目の適合性フィードバックは、クエリがその実行された後に、ユーザーがどんな反応をするかによって、文章が適合しているかどうかを判断して、まあ、ランキング文章の順位付けを改善するっていう手法になってます。例えば、ユーザーが最初にクリックしたものを、まあ、適合しているとみなして、そこから、まあ、関連キーワードを抜き出すことで、まあ、クエリに追加してさらに精度を良くするという手法で、例えば、カタカナの猫だったら、そのページ開いた時に、漢字の猫だったりペットだったり、まあ、その他いろいろ関連するキーワードが出てきたとして、それを、クエリに追加することでさらに、そのユーザーの、まあ、ユーザーの条件に合った、まあ、検索結果を出すことができます。あとはページのクリックした回数とか、どれだけページに長くいたかっていう滞在時間、それから、まあ、ページ出した時に、まあ、すぐ戻ったりしたとか、そういうことなどからも、適合を図ることができますし、この2つの方法を他の、最初に表示された検索結果に、行うことによって、まあ、より精度を上げるっていったこともされています。3つ目に紹介するのがページランクっていうので、これは文章がリンクされているってことを、リンクされたりしたりしているってことを利用して、まあ、どれだけそのページが重要であるかを測る手法、どれだけ重要かを測るっていうことで、その重要度を定義することとして、どれだけまず文章から多くの文章からリンクされているか、これは、多くされていればされているほど、まあ、重要度はありますよねってことで、定義となってます。2つ目のある文章にリンクしている文章がどれだけ重要であるかっていうのは、ある文章があって、それをリンクしている文章が、まあ、必ずか分かんないですけど、まあ、あったとして、その文章がどれだけ重要度があるかっていうことなんですけども、重要度のあるページからリンクされているってことは、それもかなり重要であるだろうっていうことで、まあ、それも重要度の尺度として利用されています。そして3つ目として、重要度をスコアで表して、流入するスコアと流出するスコアは同じになるとして、スパムというか、いろんな適当なページからリンクされて重要度を上げて、なんか
ランキングが変動することを防止するっていうことになってます。それで、まあ、今回はこのようなことについて説明しました。これで終わります。